すごい、うわーすごい、もうちょっと乗っただけで、ああいいバイクだなって感じる。いやパワフル、なんかこうトルキーというよりはパワフル、味があるというか楽しいって感じるエンジンだな。あのこうやって取り回ししてびっくりしたのがね、すごい軽いんですね。本当にこれ 900cc もあんのっていうぐらい、すごく軽快なハンドリングです。乗っててすぐなんかこう一体感を得られるハンドリング、びっくりするほどのエンジンですね。びっくりエンジンだこれいやよく曲がるね、いい感じ。ここでこれ繰り返しシュッとこう、ほらマシンがパッとこうね、こう翻ってくれるんですね、シュルッと。いやこれは楽しい。スロットルをね、そんなにこう開けてる感覚ないんだけど、ちゃんと車の流れについていけるし、意外とスピード出るなっていう感じですねこれ道端が雪で寒いんだな、この辺はね。そう、山だもんね。バランスがいいな、やっぱ低重心だからだろうね。この低重心である分、すごくねコーナーとかの安定性は高いですね。いやー雪国なんでこんなとこ走ってんだろう。シートが開きます。ここまで開く。これ容量的には20何リッターですね。失礼ですけど、感動とかなんかこう楽しいなとかいうのないですね。普通だなと思います。でも普通っていうのも一つね褒め言葉だと思うんですよね。こうやってね、こう車線変更もね、ちゃっちゃかちゃっちゃかできちゃうんですよ。加速力あるから。こういうのいいね。ビバ 125cc、 ビバ原付2種、機能と人のデザインがこう随所随所に見られるな。ポジションランプかっこいいね。すごいバランスですね。全くこう車重を感じないというか、 700cc の大型バイクの重さを感じないです。乗りやすい、超乗りやすい。これこういうバイク、魔法のバイクですよ本当に。なんか自分が上手くなったように感じるもん。いやー軽いね、軽いわ。季節がいいとね、ネイキッドマシンも心地よくていいな。250から 400cc までの間のバイクに乗ってるような感じです。そう、このポジションね、いいところはね、やっぱのんびり行こうっていう気持ちになるのよね。なんかこのエンジンとこの車格とこのポジションでね、こう景色を見ながらゆっくり走ろうやみたいな、そういう気持ちにさせてくれますよ。僕ビキニに弱いですからね、バイクも人間も。ホイールベースの長さは誰がいるな。いや本当ね、でもハーレーダビッドソンのこの、 あのロー&ロングのこのスタイルは本当長距離移動に特化してるスタイルだと思うんですよね。本当高速道路こうやってね、クルーズコントロールでひたすらどうか遠くまでみたいなね。低重心だから安定感がすごいですよね。やっぱ楽しいな。うん、楽しく走れるようにやっぱ作ってあるよ。だから現代版のモペットという扱いでいいんじゃないのかな。なんだ結構早いな。なんだったらちょっとオフっぽいブロックタイヤとか履かせても面白いのかなとか思っちゃう。本当に一番重い重量物は人間ですよね。だからなんか自転車に近いですよね。素敵なところをね、静かに走れる電動バイク。しかし本当いい季節になりましたね。なんかお花も咲いてていい季節だな。ツーリング日和ですな。まあでもかっこいいですよね。かっこいい、このやっぱオレンジのタンクがいいな。いい音してる。非常に小気味良いサウンドをね奏でてくれて、なんかハンターカブに近いぞこれ。同じメーカーですけどね、ホンダさんが作ってるバイクですけど。あーこれはでも
いい天気でいい季節に乗ったらすごい気持ちいいだろうな。いやそれにしても音がいいな。マフラーの音がめちゃくちゃいいな、ね、もう本当なんか気持ちいいところビンビン刺激してくれてますね。サスペンションめちゃくちゃいいな。ノーマルにね乗ったことないですけども、多分この価格差の価値は十分感じれるんじゃないかな。すごいすごいすごいわ。何これ、急になんか、おお、早いです。短い距離で強烈に速くなります。うわすごいな。居心地いい感じ、この空間が居心地いいという感じ、めちゃくちゃ楽。このやっぱフロントユニットの出来の良さですよね。このカウリング、スクリーン、サイドシュラウド、全てがやっぱ乗ってる人に楽にライディングできるように、まあ、楽に走れるように作ってありますね。すごく楽しく乗っております。そしてこのバイクがめちゃくちゃ欲しくなっております。いやーこれは楽しいな、ほんと楽しいな。楽しいしやっぱね乗ってて楽なんですよね。だからやっぱこう世界中どこで走ってもきっと楽にいろんなとこにライダーを連れてってくれるんじゃないかな。気楽な感じはすごくする。乗り味を楽しもうと、まあオートバイを楽しもうって感じですよね。だから排気量ある分ね、結果的にこっちの方がね乗りやすく感じますね。ほんとなんかこう軽快です。ワインディングもうパタ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 ね、スッ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 倒れてくれるし、でもシンプルだけどよくできてるなっていうバイクですねこれ。いやいい加速だな、気持ちいいや。なんかカブというバイクというか、もう本当にカブという乗り物というこう乗り物のジャンルとしてカブっていうのがあるような。いやーやっぱいいなカブ、やっぱいいな。でもこうライダーの使い勝手とか、まあ欲しかった機能がちゃんと入ってるからね、楽に運転できる上に安全にも気を配れると思うんですね。まあ、ハンターカブとこのクロスカブはちょっとねアドベンチャーツアラー的なねそのポジションにあると思うんですけども、でもねこういうスピードでも安定して走れるからリラックスできるし楽しいんですよね。ロングストロークになった新エンジンがついてます。あーカブだね、カブの音だカブのレスポンスだ。前後に対するバランスがいいな。クロスカブはここまでフロントのフィードバックは来ないですよ。コーナーをクリアする時のグリップ感、安心感はこっちの方がやっぱ上だな。あー上り坂でもちゃんとこう粘るエンジンだな。やっぱり粘ってくれるんですよねこのエンジン。これ原付2周から例えばバイクに乗り始めようみたいな人、若者いるのかな、分かんないけど、でもそういう初心者の方とかカブどうなんですかね。カブという選択肢はお考えなのかな、まあ、これからカブからバイクライフを始めようみたいな、そういう人がいたらね、このノーマルのいわゆるスーパーカブ110JA59 は結構おすすめですよ。こう黄色にしてもひょっとしたらいいのかもしれませんし、黄色だとなんかスズキっぽいし。あーいやでもコンパクトですね、もうなんかすごい小回りが効く。なんかまあバーハンがついててね、ちょっとアップ寄りのポジションとはいえちょっとでも前傾の方が強いかな、はい、パッタパタパタパタこうバイクが倒れてくれる、寝てくれる。うわ加速がすごい。ヨーフー、うわあっという間に加速するねこれ、やばいやばい。おー
僕原付に変わるスペックっていうかポテンシャルあるなっていう風に乗ってて僕は今感じてます。つづら降りだけどどうかな、登るかしら、あー登るかな、ちょっと怖いけど、おーいけるかな、スピード落としたくないね、のあー登った登った、すごいすごいすごい。そうね、でも往復10キロぐらいかな、片道10キロはいけなくはないけど、まあ状況環境次第でしょうね、道路環境次第だと思います。またがった瞬間に、あ、バイクだなとスクーターだなと思えるこの質の良さを感じますね。でこのレバーを開けて取り出し、よっ、おい、やっぱバイクメーカーがちゃんと電動バイクを作るとこうなるんだっていうのをちょっとね今ね感じてるんですね。なんかおばあちゃんの走りになってるぞ俺。うわきついぞこれ、登るかな、下りが長いとブレーキだけだと怖いんだよな。30キロ超えました、で残り 19% 点滅しだしましたよ。うわ緊張感を高めますな、これ緊張感を高める演出、こうこうこうかな、この辺でしょうか、入るかな、あっ入った。街乗りはあのハンドル角があるからね、妙に小回りが効きます。そりゃもう大人のねバイクですから、ビッグスクーターっていうのはもはやね、これは大人のバイクですから、大人向けですから、ジェントルなジェントルな紳士的な走りです。紳士的な加速、紳士的な出力、安定してコーナーをクリアするのが楽しいなという乗り味です。そう、バイクは何でもかんでも速さを求めてると思ったら大間違いですからね。そんなことはない、車だってそうじゃないですか、速さだけの車なんてもうほんと一握りですよ。いくら趣味のものでもね、いろんなタイプがあるわけだから。卒がない作りだな、スタンダード卒がない作り、スズキン感染者を増やそうという考えなんでしょうか。スズキンはね感染したら終わりですからね。やっぱこういうポジションだからこそだと思うんですけど、バイクとの一体感とか、操作する時の感覚ですよね、操作感、こちらのね操作に対してバイクがちゃんと反応して答えて動いてくれるみたいな、そういうところがリニアに感じられるのがやっぱ楽しいですよね。いや本当でもエントリーモデルとしてはいいんじゃないですか、これすごくいいんじゃない。可変バルブ VVA 搭載です。いや全体的にやっぱクオリティ高いですね、いろんなパーツがやっぱかっちり作られてる感じがするな。よく走るな、125回本当にこれよく走るな、これまだ全然だからね、うん、いやーなんか力強いな、いや楽しいですね、やっぱ楽しいな、こういうポジション本当なんかワインディングめちゃくちゃ楽しいね。このね R125 はね本当クラスを超えてる感があるんでね、なんか125なのにって思うことばかりですよ。いやこれは楽しいですよ、エンジンを回して走る楽しさ、エンジンを回してスポーツ走行する楽しさだな。今風でありながら昔の雰囲気も感じれる、やっぱパーツパーツの品質の高さも相まって乗ってるとすごいリッチな気分ですね。なんかゴージャスな株だねこれね、株界のクラウンと呼んでいいのではないでしょうか。いやーしかしこの安定感すごいですね、本当安定感すごい、全然不安がない。いや車体が軽いのもあるんですよ、もちろん車体が軽いしこの低重心ね。いいカブだね、ていうかリッチなカブ、なんかゴージャスなカブ、あとやっぱ所有欲をすごい満たしてくれますよね、このゴージャスな装備というかこのゴージャスな作りね、完成度の高さとかすっごい所有欲を満たしてくれると思うな。ハンターカブもそうなんですけどね、Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República c
dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue.